精神障害者保健福祉手帳。精神障害者保健福祉手帳は、1995年、平成7年に改正された、精神保険及び精神障害者福祉に関する、法律、精神保険福祉法第45条に定めされた、精神障害者に対する手帳制度である。表紙の記載から、障害者手帳と呼ばれる場合、抗義の障害者手帳の各種のうち、 これのみを指す場合がある。1995年、平成7年の精神保健及び精神、障害者福祉に関する法律の改正で、同法第45条に規定された障害者、手帳である。精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て、各種支援策を講じやすくすることにより、 精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。発達障害者に対しては ICD-10、疾病及び関連保険問題の国際統計分類の解例例解99に含まれるため知的障害を伴わない場合で基準を満たせば交付されることとなっている。本手帳制度の施行により障害者基本法第2条に規定された障害者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む。があり、日常生活に相当な制限を受ける者に手帳制度が整った。身体障害者手帳、療育手帳と異なり、手帳には2年の有効期限がある。2年ごとに医師の診断書と共に申請をし、手帳を更新する。診断書に基づき、 診断書が書かれた時点での申請した当事者の能力、障害、機能障害、精神疾患の状態を精神保健福祉センターが判断し、手帳の支給、不支給ならびに、支給の場合は、等級が決定される。更新した場合は、期限が切れる、旧手帳は返納し新しい手帳が支給される。不支給や、支給された場合でも等級に不服がある場合は、 期日以内であれば、再申請や、不服申し立てができる。申請をしたからといって、自動的に手帳が支給されるわけではなく、新規申請の場合も、手帳を更新する場合も、必ず審査を受ける。この手帳を持っていることにより、口述のような各種サービスや、就労支援を受けられる。就労している場合は、年末調整や、確定申告により、 所得税、住民税の障害者控除の対象となる。また、精神障害者保健福祉手帳を所持している当事者を雇用した企業やその他法人へ、日本国政府からの補助金支給などの措置も行われている。精神状態が解放に向かった場合など、所持上で更新申請をしない場合、申請をしても不支給の認定を受けた場合は、手帳は発行した。 地方公共団体へ、速やかに返還することとなり、有効期限後は効力を失う。手帳が出向した場合は、都道府県知事が記載する精神障害者保健福祉、手帳交付代帳から、個人記録は削除される。すなわち、障害者としての公式な認定はなくなる。手帳は、他人へ対応並びに、譲渡できない。都道府県知事には、 あらかじめ指定された医師の診断に基づいて、精神障害の状態にないと判断した場合は、手帳の変換を命令できる権限がある。また、申請を受け、精神障害と認定せず、手帳を支給しない場合は、都道府県知事は申請者に理由を通知する義務がある。手帳の表紙には、障害者手帳とのみ表示され、表紙を見ただけでは、 精神障害者の手帳であることがわからないようになっている。これは非交付者のプライバシーに配慮したもので、他の障害者よりも深刻な偏見を鑑みたものである。上記のように手帳には証明写真が重複される。これは2006年、平成18年10月1日新成分から改定されたもので、当初は既存の2制度と異なり、顔写真を手帳に載せなかった。 更新義務のない身体障害者手帳と異なり、発行後2年ごとの手帳有効期限が定められているため、写真の添付されていない休養式の手帳は2006年以降に更新すると、写真添付の新用式に付加された。厚生省、現、厚生労働省保健医療局長通知、精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての、 精神障害者保健福祉、手帳障害等級判定基準の説明によると、下記の疾患がタイである。申請窓口は、居住地の区市町村で、本人、または、本人の医師の元家族が申請する。窓口にある申請書に記入し、所定の書式、A3 用紙1枚の診断書の添付が必要。精神保険指定その他精神障害の診断または、 治療に従事する医師による診断書の日付は、精神障害にかかる初診日から6ヶ月を経過している必要がある。更新の場合、有効期限の3ヶ月前から申請可能。審査を行い、等級が決定されれば、精神障害者保健福祉手帳を、等級に被害等となった場合は、不承認通知書が都道府県知事から交付され、有効期間は2年。 精神保険及び精神障害者福祉に関する法律施行令によって精神障害の状態は空に規定する障害等級に該当する程度のものとされ重い順に1級2級3級と決められており手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差がある本手帳の1級は障害基礎年金の1級に2級は障害基礎年金の2級にほぼ比例する 産休については、障害厚生年金の産休よりも幅が広い。最も本手帳と障害年金は別の制度であり、本手帳の等級が一級であるから、障害基礎年金は確実に一級と認定される保障はない。障害基礎年金の判定業務は、日本年金機構、旧社会保健庁が行う。障害年金の受給者は、医者の診断書の代わりに、 年金証書を提示することで年金と同じ等級の手帳の交付を受けられる。判定業務は都道府県か政令指定都市の精神保健福祉センター、地域によっては名称を精神医療センターとしているところもあるが行う。判定基準は平成7年9月12日県医発第1133号厚生省保健医療局長通知 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての中に書かれている精神障害者保健福祉手帳障害等級定基準による判定材料は申請時に提出された診断書をよりどころにしている判定基準は精神疾患、機能障害の状態と能力障害の状態の各指標で構成されている等級や 各発行自治体により異なるが、共通して、下記の福祉施策が実施されている。自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関の運賃減免、公共施設等の利用料減免、地方公共団体運営の公営住宅への入居優先などがある。民間事業者にあっては、携帯電話料金、携帯電話料金の障害者割引を参照、映画館や、 劇場の入場料金、テーマパークや遊園地の利用料金などに割引制度が存在する。法律第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに対する割引が規定されたため、NHK では受信料の免除が設けられている。1級、もしくは2級以下で、試験税非課税世帯。自治体におけるサービスは、等級によって免除。 割引率が違う場合もあるが、民間福祉サービスにおいては、おおむね等級における変化はない。手帳を提示することにより受けられる、優遇対象は公共の施設、制度を主としたもので、実質的な優遇内容は、非交付者が居住する地域の施設、制度の整備度合いに依存する。制度の適用範囲に自治体間で相違があることから、他地域へ転居した場合など、 他の自治体発行手帳では利用できない福祉サービスも存在する。これまで、精神障害者は法定雇用率の対象とされていなかったが、2006年、平成18年4月1日の障害者自立支援法施行に伴い、精神障害者保険福祉手帳所持者については法定雇用率の対とされるようになった。2012年、平成24年には、 雇用の義務付けの方針が厚生労働省内で定まり、2018年、平成30年4月1日より雇用することが義務化された。あ、鉄道事業者においては、JR、大手私鉄など、身体障害者、知的障害者、身体障害者手帳や領域手帳を所持する精神、発達障害者を含むに対しては割引を行っている。事例が大半であるが、精神障害者、 精神障害者保健福祉手帳のみの所持者及び手帳、非所持者に対しては、工事すのに施設を除く、大手施設では割引を行っていない上、他の事業者は地域によって導入に差が出ている。東海旅客鉄道 JR 東海では2008年平成20年度に国土交通省が行った業務監査において、福祉割引、障害者割引は、 日本国政府の福祉政策の一環として、行政の費用負担で行われるべきと回答した。それから10年以上が経過し同じ地域の名古屋市交通局や名鉄バス、長距離においては競合となる航空会社などでの割引が開始されているが、現在も方針転換していな。2017年、平成29年4月1日からは、 大手私鉄では初めて西日本鉄道が、地区放電機鉄道や、西鉄バス、系列会社も含むとともに、精神障害者割引を導入し、同日福岡県に、路線網を持つ JR 九州バスや、昭和バス、佐賀県内では、導入済み、堀川バス、福岡市交通局、福岡市地下鉄も、西鉄と同様に割引制度を開始している。一方、中小私鉄や、 第三セクター鉄道イコール例として、近年開業した新幹線、在来線分離第三セクターの大半、富山地方鉄道、三陸鉄道、松浦鉄道、熊本電鉄など徐々に対象とする事業者が増えいる。バスに関しては、2012年、平成24年7月31日に改定された、一般乗り合い旅客自動車運輸事業、標準輸送約下24条に、 精神保険及び精神障害者福祉に関する運賃を割引する旨明記された。ただし、運賃自体は、各運輸局に届け出た上限運賃に乗っ取るものに従うため、罰則規定はない。精神障害者全体への割引制度がないが、その市の市民、都民である、精神障害者、精神障害者手帳所持者、療育手帳や身体者手帳の場合は、 条件が異なるに対しては何らかの証明書など、交付し、運賃を無料あるいは割引とする例もある。例、京都市交通局。このほか仙台市交通局は、宮城県在住のみ割引の対象としている。地域独自の IC カードでは、自動的に割引運賃を引き去る、機能のある障害者用カードを発行するものがあり、精神障害者保険福祉手帳を提示することで、 購入できるが、多くのカードにおいて、有効期限が1年あるいは当初翌々年の誕生日、以後毎年など短期間で更新するケースが多い。交通系 IC カード全国総合利用サービス加盟の IC カードについては、中京県各社で導入されている、マナコと西日本鉄道などで導入されている、にもか、福岡市交通局の早川県では、 精神障害者保健福祉手帳の提示で購入できる障害者用カーがあるが、いずれも導入各社の障害者割引制度との関係で利用できる事業者は限定される。身体、知的も同様の運用である。都市間高速バスの割引は他交通機関と比較した考えになったり、行政の女性外となるため、下越能バスの名古屋イコール高岡線、 同社と北陸鉄道バスの金沢イコール都並、高岡線、オリオンバス、東京バスグループ、平和交通及び JR バス関東のザ・アクセス、成田など、ごく一部に限られている。また、鹿児島県の岩崎コーポレーション等のように、東急別では利引きに差異があるため同社と共同運行している、鹿児島空港イコール市内便度共通運行の倍乗車事業者によって、 扱いが異なる場合もある。なお、相模原市、堺市以外の政令指定都市では、静岡市や広島市などで、手帳発行自治体に問わず一律の割引措置を行うか、在住者に自治体内の無料パスの交付、あるいは双方の措置をとっている。また、名古屋市においては、手帳所持の市民に、市営交通無料パスを配布した上、2015年、 平成二十七年十月一日から、名鉄バス、二千十六年、平成二十八年四月一日から、千葉市に続き、市が出資するすべての交通機関で、全都道府県、全都級の精神障害者保険福祉手帳所持者に、対して、半額割引を行っている。地下鉄は、日清市、ガイドウェイバスは、春日ガイ市、市バスは両市を含む八市町にまたがるが、 いずれも対象である。相互直通運転を行っている、名鉄豊田線、犬山線、小牧線は対象外のため注意が必要である。船舶運賃については、シルバーフェリー、太平洋フェリー、小笠原海運、名門太陽フェリー、阪急フェリー、四国オレンジフェリー、東洋大阪、松山、小倉フェリー、フェリーサンフラワー。 マルエフェリーなどの中長距離フェリー事業者が2等、選出相当額に対して割引を行う事例が見られるほか、短距離の航路、市営船含むも割引が実施されている地域がある。航空運賃については、2016年以降、国土交通省と航空各社の間で、精神障害者への割引導入に向けて協議し、準備を進めていた。日本航空など、 ジャルグループ各社が2018年、平成30年10月4日予約、登場分より、天草エアラインが、同年12月22日登場分、同年10月22日予約分より、全日本空輸、ソラシドエアスターフライヤー、エアドゥーが2019年1月16日予約、登場分より、フジドリームエアラインズが、同年3月31日登場分、 同年1月31日予約分より、東方航空が同年6月1日予約、登場分より従来から設定していた、国内線の身体障害者割引が新たに、精神障害者も対象となった。JAL ルグループ以外は、名称も、障害者割引に変更した。同伴者も1名に限り、同様の割引が適用となる。障害者割引、JAL グループは、 身体障害者割引は、区間により割引率が異なる。鮮独や、旅割のような早期購入割引や、株主割引と比較すると割高になる場合が多い。繁忙期はこの限りで、一方で、障害者割引の場合は、早期購入割引等のように発売できる、座席数や予約変更に制限がなく、空席があれば、片道から購入可能で、 かつ予約変更可能であるのが利点となる。国際線及び格安航空会社、LCC、一部の離島発着便の場合は、従前から身体障害者、知的障害者、精神障害者を問わず障害者割引自体が存在しない。さらに、LCC の場合は、承認運賃についても存在しない。なお身体障害者、知的障害者の割引がある。 航空会社のうち、新中央航空のみが2019年6月1日現在、精神障害者の割引を実施していない。ネクスコ管轄の高速道路、有料道路、都市高速などの地方道路校舎の多くでも、精神障害者向けの割引は行われていない。タクシーは、地域、会社により異なる。中には、同じ地域でも会社により異なる場合もある。 また運転手の知識のなさ、ゆえに本来割引が受けられる場合でも拒否されたり、逆に対象外であるにかかわらず身体、指摘の手帳と誤認するなどし割引を適用されたり、するケースも多く混乱の原因となっている。他の交通機関と異なり v 合給などの制度が影響し、クレジットカードでの支払いとは併用できないなどと、意図的な不正拒否も行われることもある。 MK タクシーグループでは地域ごとに異なる会社であり2019年10月1日時点では札幌、東京、名古屋、滋賀、京都、福岡で対象となるが大阪、神戸は対象とならない。上記の問題に対し国が主体となって三照外一律の割引を行うために動くべく2016年3月頃から各地の都道府県議会で 障害者差別防止法に基づき、精神障害者に対しても、同一の交通機関の割引を行う決議が、全会一致でなされている。なお、療育手帳では、全日本市をつなぐ育成会等、関係諸団体の運動の結果、JR 運賃や鉄道料金の割引制度が、設けられた。厚生労働省は、従来より、発達障害は、 精神障害の範疇としていた。同省の通知では申請用診断書に発達障害にあたる ICD-10、カテゴリー階外80階89、階90階98の記入が可能である。参考までに都道府県、または政令指定都市によっては、知的障害者向けの障害者手帳である療育手帳の取得が可能な場合がある。日本は、 発達障害専門の障害者手帳はない。手帳自体には、知能検査の診断から50から69程度と生活年齢の遅れで、軽度の知的障害が見られる場合も多い。最近では、知的障害者に配慮した福祉サービスも行われている。療育手帳とは違い合併症が見られる傾向は、少ない方で、産休の登録が特に多い。重心化したものでは、 対象外である。手帳取得後は、更新が必要である。例えば、精神障害者福祉手帳は、等級に関わらず更新は2年に1回、2018年時点で、手帳更新に必要な診断書を、精神科クリニックに通い、精神科医に書いてもらい、担当する、福祉科に、精神障害者福祉手帳と証明写真とともに、提出し、手帳の更新手続きを行う。 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備えて、手帳の交付に関する事項を記載する義務がある。精神障害者保健福祉手帳を返還をするか、死亡した場合、記載された事項は削除される。記載される個人情報は、精神障害者の氏名、性別、住所及び生年月日、障害等級、精神障害者保健福祉手帳の交付番号、 交付年月日及び有効期限、精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由である。一部の精神障害者患者会が、当時の大きな圧力団体である全国精神、障害者家族会連合会及び全国精神障害者団体連合会が、厚生省に要望して、強引に制定したとの証言がある。また、描写相番合成。 結局、精神病者分断、行政に都合の良い精神病者と都合の悪い精神病者を分けるだけと非難している。認定条件は、日本国政府が示した精神障害者保健福祉、手帳障害等級判定基準によりつつも、都道府県、政令指定都市で幅広い裁量があるため、行政行為としての信頼性と安定性を損な、いる。 障害者施策の推進に手帳が役に立っていない実質生活保護の障害加算の決定程度、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律には身体障害者福祉法第15条に定めている指定制度のような制度がなく、精神科医でなく事実上知識が浅くても手帳申請用の診断書が書けてしまい、その診断書によって正しい判定がされず、 精神障害者の権利侵害につながるなどが指摘されている。精神障害者保険福祉手帳を持っていることにより、所得税や住民税などの控除を受けていた労働者が何らかの理由で手帳が失効した場合、税金負担が一般と全く同じになり、生活が圧迫される。精神障害者保険福祉手帳の判定の基準が未だに旧式の 国際障害分類 IC に則っ,っていることに対して批判がある。障害については21世紀を迎えた現在では国際連合の世界保健機関が制定した国際生活機能分類 ICF の基準が広まっているからである。2009年平成21年に神奈川県にて携帯電話料金の障害者割引目的での手帳偽造事件が発覚している。 2014年、平成26年には、受け取る障害年金の額を上げようとも論んで、医師の診断書を偽造する事件が発覚した。障害者自立支援法が施行される前まで、精神保険及び精神障害者福祉に関する、法律、精神保険福祉法第32条により、精神活運営医療費の一部を公金にて負担した、制度があった。この制度の申請時に、 この手帳が交付されているものは医師の診断書が不要であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。